山本雅人山崎武史とプロ野球プロ野球生活32年50歳まで現役を務めた山本昌人プロ野球生活27年セ・パ本塁打王に輝いた山崎武史がプロ野球界のマル秘エピソードを披露トークテーマは「くじ引きで決定」 まあ <laughs> いいやもう、これじゃまた星野政一第二なじゃん。ん <laughs> 第二なか。二次政権になってさ、うん、ちょっとこう丸くなったとか言われてたじゃない、今九十六年からかな。全然変わらなかったよね。根本はやっぱり人間の性格って変わらないですよ。すね、僕はもうあの二次政権の時に星野さんがね、だ時に。うん、僕、秋のキャンプに呼ばれて。 なんて言われたかったら「おお前春の2月のキャンプまでにお前ダイエットしてこい」と「<laughs> 2 0キロ落とせ」って皆さん言うんですよ。で2 0キロっていうと僕がその時に体重が1 0 2キロあったんですよ。で1 0 2キロあって2 0キロ痩せてこいって単純元ですと8 0ですよね。うんうん、でやらな使わんからなお前。 覚えでそのふうにねそれこそあのエアロバイク買って、うん、で毎朝起きたら部屋をさもう夏あの冬ですから寒いじゃないですか、うんうん、部屋を暖房ともうあのストーブかなんかを部屋につけて部屋40度ぐらいにして、うん、エアロバイク朝から1時間こくんですよ。もうヘッドヘッドになるぐらい。 でそれからお風呂入って、うん、でお風呂でまたあのちょっと蒸気あのミストで蒸気で出して、うん、それから朝ごはんちょっと食べるんで,す、うん、でご飯食べないともうね力ないからでご飯食べてからランニング行くんです、うん、ほうでもう油も一切取らなけどもうお昼がやっぱりお昼って炭水化物しか食べないじゃないですかだけどそれも全部抜いて夜も6時から油もあれも炭水化物も全部抜いて。うん で,2ヶ月で僕22キロ痩せましたで、まあダイエットしろって言って2 2キロ痩せてキャンプも,もう半月ぐらいで風邪2回ぐらいひいてね <laughs> 体力ないから、ね。ぐらい悪くなって体力ないからでそれをやれって言って実はホームラン王でしたからねいやまあそれやってよかったんだよねまあでも途中からまた増えたでしょな夏太るもんね俺ら。ですけどね、うん、でもその年はやっぱり意外とスマートでいたんですけどだけど。 20キロ痩せろなんていうのもねまあ星野さんだからね、うん、平気で言うよねそれもできなかったらユニオンムキサさんって脅迫までされたんですからねまあ,ま,あまあ脅迫はおはおこだからねね、うん、星野さん、ね、だからそんなことが僕は96年にあってタイトルを取ったっていうのはまあ印象的でしたね星野さんっていうとねでもあのよく丸くなったって言ってたでしょ、うん、あの やっぱり名古屋ームでも結構人ねはたかれてたからね、うん、一回ねこれね俺面白いなと思ったんだけど門倉と大東っていうのがおったでしょあ,大東、ね、あの二人が監督室に呼ばれて試合終わってちょっとはたかれたみたいなんだけどあとで聞いたら同じだけねはたかれたんだけど、うん、門倉のの顔全然変わってないの <laughs> 大東はねもうくしゃくしゃになって帰ってきて「お前どうなったらそんな顔になるの?」みたいなやっぱ打たれ弱いやつっているんだね顔ね。<laughs> ボクシングでもすぐ晴れるやつとかそうそうそう,そうだから大東の顔はね <laughs> もうひしゃげて書いてたのよお前大丈夫か?」「門倉はまあ全然平気な顔で書いてたのね」あだから「顔にすぐ出るやついるな」っていうのはねあのー、いやーだけど本当にもう家から今日一日始まったら「はい球場行こうか?」ってなんかこう純粋にすんなり球場行く 気持ちになれなかったよねあの頃ねまあさあのねとにかくねか家に帰れなかったよねもう今日何やるんだろうとかピッ,、うん、ピッチャーさあの試合終わったら必ずミーティングあるから、うん、先発前の日以外は必ず試合終了までいた所全員、うん、いたいたいつ <laughs> す,すごいいい勝ちャカすると謝票は終わりって言っておやおや三時間も四時間もま,んまって終わりかよみたいなね。うん 途中から上がりなくなったんですよね途中から上がりなんかない先発ピッチャーだけ5回まで見たら帰っていいのね、うん、次の日のあとはもうずん俺でもベテランなのか関係ないもうずーっといてミーティングに出てねほいでねあの時ねあの二次政権の時はあのとにかく俺が叱られるんですよああピッチャーの中でそう。俺いでなんか知んないけどあの時武田と紀藤っておったでしょ、はい、武田紀藤はね 俺ががが叱られるのの嬉ししくてしょうがないの <laughs> もうねピッチャーが怒られ始めるでしょ誰か失敗して俺そいつが言われてんだけど必ず最後俺のとこ来るのに、ねうん、そ,のそのねそれをもう分かってニヤニヤしてんだよ2人は武田と紀藤はね「マサ <laughs>、まま、言われるぞほら今から叱られるぞ」みたいなほで僕はもうちょっとやっぱりもう叱られ方も素人じゃないので、うん、とりあえず。 若いやつでよくさ急に言われてさ声ひっくり返ったのいるじゃない「えい!」とか言って、はい、いるでしょいるあれにならないように <laughs> もう若いやつがひ寄ったら「<laughs> うんうん」ってう <laughs> もう声出るように準備しとくのね必ず「おおマサ!」って俺のところに来るのよそうすると「お前がそういうことばっかりするから若いやつが真似するんや」って必ず毎回言われて、うん、それを見てる紀藤と武田が二人でクスクス笑ってるっていうねいつもしかないですねいやでもそれはねあの楽天時代も変わんなかったもんさ そうそうもう僕も毎回楽天の時に若いやつがミスすると「たけし!」っつって必ず言われてほで試合中に声が出なくなってくるでしょう「何やってんやたけし!」っーって「島って言えよ」って思うんですけど <laughs> <laughs> 僕もう40島って言えよねもうほんと会場にもう年も40になってなんでこんな怒られなかんだ言うぐらい「たけし!」って言うんですよ。 まあだけどそれはもう昔からね,らうねもう本当に中村さんや山本さんやねその昔のメンバー言われたからあまあこれは星野さんのやり口だなと思って僕は受け止めてたんですけど、うん、あの俺さ名古屋ドームのね開幕戦開幕投手に選ばれたでしょ、うん、でもうすごい張り切ってて新しい球場でさオープン戦投げたらさこんな広いとこでホームラン打たれるわけねえやともうルンルンでマウンド3日前にさちょっと調子こいてショート出しュやったらね 太もがピリッときたのよ <laughs> あれ誰かと競争したんだよ調子こいてね。やっぱこれ肉離れてたと思ってただその日ピッチング練習したら、うん、一応あ投げてやったやつじゃないから投げれたのね一応。で、うん、さそれよりも何よりもね開幕3日前に星野さんに「すいません足怪我しました」って言えないじゃない。<laughs> 言えないねねしかも名古屋ドームの開幕戦で、うん、僕、ね 星野さんに言うのが怖くて肉離れしたままマウンドに行ったんですよ。よしかももうねあの時にファーストベースカバーとホームベースカバーがあったら終わりだっていう。<laughs> ファーストベースカバーいったらもう一発多分もうビチーで終わりなんだけど、まあホームベースカバーはゆっくりきゃいいかなと思って、ファーストベースカバーがあったら今日終わりだと思ってマウンドに行ったらなかったの。で９回ツアーアウトまで投げて勝ち投手になった <laughs> まあでもあの肉離れもねその次の投球には直ったんだけど、あの時はね。 開幕戦の緊張感よりとにかくバレたら,らトレーナーにも言えないしだってそれはもう僕らの時代はね今トレーナーに言ってもお願いですからコーチ監督に言わないでくれともうとにかくやるからってねそうやって言ってて言ましたよね俺はそれトレーナーにも言えなかった怖いから,だからトレーナーもだってほらあのまあ上から言われてるからね絶対言えないっ,って言っね、うん、俺らより星野監督の方が怖いからそうだね。うの。 ね、怖くてでも怪我では僕もあったけど96年の時に広島で練習してたらビジターは一か所で打つでしょ試合、ね、前に。うん、で行ったら島野さんが「おいちょっと総縦練習でやるぞ」って言ってエンドランの練習をして行ったら。うん エンンンドドランしてセカンドゴール飛んんでできたんですよ、うん、そしたらまあここに来るからもうちょうど当たりそうになったらこれまたぐしかないですよねまたぐないねでまたいなんですよ僕は、うん、ポーンとまたいだら、うん、広島市民球場下が悪いからイレギュラーして、うん、パーン跳ねて僕ここふくらぎ当たっちゃったんです、うん、でその日僕本当痛くて、うん、もう歩けなくて試合出れんかったんですよ、うん、でその日あの大野さんが投げて大、うん、野さんにやられたら大野さんがヒーローインタビューで「 あの時僕すごい調子良かったんで「いや今日は山崎がいなかったから楽でした」って言ったら星野さん逆上して「<laughs> この野郎」って「<laughs> 負けたのは武のせいだ」って <laughs> 一回戦でもさあ,あなたの大野さんの進化をそれ開幕戦です開幕戦ショートマンとそのすくってレフトスタンド,ンドた、ね、ホーって俺あれすげえあるあれが96年の時の開幕戦で,っで,すでしょ あのボールホームラン打つのって言って大野さんがちょっと僕のこと嫌って言ってくれたんですよあ低めの完璧なボールを低めワンバなの人ののを救ってレフトにホームランったんだね,ねあの年ですあ,あの年ってあんなこの野郎けしのせいで負けたって言って当時あの星野さんのお月きは金山さんだったんです、うん、で金山さんが部屋来てコンコンって来て「誰かなんて金山さんや」と思って「おい」って,って監督が100万バッキって言ってるぞ <laughs> 華丸さん笑い声じゃないですけど僕らは7桁超お前100万円だぞっつって言っていやそんな僕払えないですよその時にまだ給料安かったですから、うん、いや払えないいや監督行ってくから払えよっつって僕それでただ当たった事故なのに次回はご覧の日時に配信予定気になるテーマはこう